のマークダウンに発注ということで、ゲスト様よりお話しいただきます。ゲスト様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、弊社はですね、顧客の感性を解析してビジネスにつなげるってちょっと珍しいことをやっているので、ぜひ、この機会に聞いていただければと思います。はい、ですね、ちょっと会社の情報は話しても絶対みんな忘れると思うので、技術の話から重めにいきます。とですね、まずですね、うちの会社 の、 ちょっと技術のコアっていうのを話した方がこの後の話が話しやすいので、ちょっとだけお付き合いください。今、人工知能のブームって第何次ブームか皆さんご存知ですか？知ってますか？今3次ブームっていう、第3次ブームだそうです。で、今一番第3次ブームの中で何が一番激アツかっていうとですね、人の目の代わりとか耳の代わりとか人の感覚器官の代わりをですね、 AI ができるようになってきたと。これがなんかその第3次ブームっていうの、まあ、中核を成している激アツ、の技術だというふうに私は認識しています。じゃあうちはそれに乗っかってそれをやってるのかっていうと、ちょっと実は軸足が違いまして、感覚器官の代わりができる AI というよりもですね、人の頭の中を考察する AI っていうところがうちの主軸になっています。なんのこっちゃと思われてると思うんですけど、皆さん今日ビジネスでここに来られてると思うんで、多分すごいみんなスーツ率高いんですね。で、じゃあそのスーツをどのぐらいすごく一生懸命考えてこのスーツディテールとかにこだわって買ってるか、いろいろ頭でロジカルに感じてこの買い物をしてるかって言われると、ちょっと思い出してほしいんですけど、あんまり覚えてないと思うんですよ。人って結構食べるものとか着るものとか、まあ、趣味思考、まあ、保険とかだったら分かんないですけどね、趣味思考が反映されるものを買うときってなんとなく買ってることが多くって、自分でもそれをなぜ選んだかっていうことってあまり理由がないはずなんですね、思い出して。でよくこれって小売業者とかのマーケティングの方がすげえ困ってるんですけど、まあ、要するに顧客になんでうちのブランド選んだんですかね、なんで他にもいっぱいジャケット売ってるとこあるのにうちを選んでくれたんですかなんてこと聞いても、なんかその顧客がふわっとしてるからアンケートを取ったところですごく分かりやすい答えって明朗な答えって返ってこないんですよ。なんか分かるような分かんないような、それをでもこれを信じて商品企画に生かしてはいけないような気がするみたいな、まあ、そういった情報しか取れないことが多いというふうに聞いてます。なのでそこで出てくるのが AI でして、私たちは何をやってるかっていうと、この、まあ、感性って書いてあるんですけど、実は感性っていうのは絵が描けるとか芸術的な感性ではなくて、まあ、言ってみれば物欲のスイッチっていう言い換えをしてるのが正しいと思います。なんで今あんまん食べちゃったんだろうみたいな、その人が特に理由もなくっていう、本当は理由はあるんですよ。理由はあるんですけど、自分に意識せずに物事を選択している、その選択の理由っていうのを AI で解析をして、でそのことが分かるとその人が次にどんな行動をとるか、まあ、特に消費行動ですね、どんなものを買うのか、いつ買いに行くのか、どのくらい買うのか、いくらだったら出せるのかなんていうことをですね、予測をして、でそれを、サービスを提供する側にね、お戻ししてサービスの質を上げていただいたりとか、あとは顧客の接点のバリューを上げていただく、まあ、そのことに AI を活用していただいている会社です。まあ、なので付き合い先は当然小売さんとか、あと EC サイトをやってらっしゃる方とか、あとはメーカーさんですね、要は消費者の頭の中が分かったらどんなにいいものかって思ってらっしゃる方がお付き合い先に多いです。で大体ですね、先ほども言った通り本当に消費者の行動解析っていうのを専門にずっとやっております。大体年間で解析するデータの量っていうのが、アマゾンジャパンさん調べたら大体2兆円ぐらいなんかものが流通してるらしいんですけど、それが大体同じぐらい、もうちょい上ですね、年間で 2.6 兆円ぐらい人が買ったとか買わなかったっていう情報を延々解析している会社になります。でですね、そのデータっていうのを抽出しまして、私たちは感性データって呼んでるんですけど、まあ、世の中の人たちの俺は好きだとか嫌いだっていう気持ちのかけらみたいなのをデータとして取り出して、それをですね、トレンドデータみたいな形で収束させて使っております。こういったことをやることによってですね、まあ、実際これはうちで使ってるデータの一部なんですけど、アパレルさんのアパレル業界ですね、個社ではなくてアパレル業界さんの各
あの部位別の流行りの色のデータっていうのを今これトレンド予測しているやつのデータをちょっと持ってきてるんですけど、まあ、あの実際お付き合いいただく会社さんが自分には持ってないんだけれども、でも業界のトレンドは欲しいよねみたいなところのデータを、まあ、作り出すことによって、まあ、それをあの一緒に予測データとして反映させていくみたいなことをやらせていただいて、役立てていただいているということをやっております。じゃあ実際ちょっと 理屈は分かったんだけど、実際どうやって使ってるのっていう話を少し詳しくさせていただこうと思います。これちょっとこの図分かりにくいようでこっちも見ますけど、まあ、実際ですね、先ほども言った通り、あの自己個人の、感性を AI に解析をさせて、それをそれから基づく行動予測をしているというふうに言いました。なので結構いろんな今から話すのって割と需要予測について話すことがメインなんですけど、実はいろいろやってます。商品企画、この人はどんな、うちのファンたちは何が好きなんかいなっていうのを解析の主軸に置くと、まあ、商品開発、うちのそのこの今の企画は当たるの外れるのなんていうところを AI に解析させているお客様もいれば、今からちょっとお話しする、じゃあどのぐらい発注しとけばどのぐらいその在庫のコントロールできるんだっけっていう、そのプライシングだったりとか受発のシステムにお使いの方、それからですね、物を仕入れた後に、まあ、顧客との接点を持って誰にこれを売りに行けば売れんのっていうマーケティングの分野で、はてはですね、実際、まあ、その来店お客様を知るっていうためのセルフの分析だったりとか、あとは今日はどのくらい人が来店するんだろう、じゃあバイトは何人用意しておけばいいんだみたいなところに技術を使ったりとか、さまざまなものを企画して仕入れてお客様の接点を持って売るっていう、結構こうバリューチェーン、ものを作ってから売るまで のバリューチェーンにまたがってですね、AI を入れることができるっていうのが弊社の特徴になっています。今日はちょっとねお時間ないので、このプライシングだったりとか受発のシステムについてメインでお話しするんですけど、あちらのブースにですね他の技術 のリストもありますので、マーケティングのところでちょっとね詳しい説明聞きたいななんていうのは、その辺でメンバー捕まえて何々って聞いていただければ答えられますので、ぜひ向こうで説明を受けていただければと思います。でですね、うち の MD のシステムっていうのはちょっと変わっておりまして、普通考える受発のシステムって、この店でどれぐらいのものが売れてるから明日こんぐらい売れんじゃないの、1ヶ月先こんぐらい売れるんじゃないのっていうのを考えるっていうのがアプローチだと思うんですけど、うちの先ほどもお伝えした通り、うちって個人がどのくらい買うのっていう、個人別に予測を立てていって、でそれを、予測に使っていくっていうのが特徴です。なのでアプローチは逆にちょっといくらな感じになっていて、各店舗の個人のお客様の動きを、予測してそれを足し上げることによって、まあ、一部拡大推計はするんですけども、足し上げることによってその店の特定のものの売れ行きっていうのを、予測するっていうことをやっています。ちょっとアパレルさんなんでコートを実例にしてみると、まあ、そのコートを実際このコートを買って明日買ってくれる人は何人いて、このコートのこの色は 何回売れるのかしらっていうのを今予測をしています。実際ですね、受発注するときに大事なパートって2つあると思うんですよ。1つはそもそも作るときに作りすぎないこと、もしくはちゃんと売れ行きを予測して作ることっていう初期計画での精度の高さっていうのが一つ大事なこと、それから実際売り始めたときにどうするか、売り始めたときに売れないってなったときに素早く売変の、最も良い判断ができるかとか、追加発注をしなきゃいけないときにリードタイムを考慮していつ何枚追加発注しとけば機械損失がないのか、この2つっていうのはすごく物の売れ行きに関係して大事だと思うんですけども、今回私がプレゼンをするこの機能っていうのはこの2つですね、売り始めた時どうすればいいのっていう機能と、それから売る前にどうしとけばよかったのっていう、この2つを予測をするっていうプログラムをご説明しようと思っています。で1つ、ちょっとこれアパレルさんをちょっと実例にしているので SKU なんていう言葉が出てきてしまいますけれども、実際ですね、まず1つ目のうちの機能としましては初回発注の最適化っていうプログラムがございます。これは本当にまず仕入れをするときにどこの店舗にどの商品をいくつ仕入れておけばこの後あらりが最大化するかっていうテーマをもとに、あらりを最大化するために、需要をコントロールするんだ、売れ筋をコントロールするために販売数がいくらになるだろうからいくつ仕入れておくべきかっていうのを店舗別に行えるっていう機能が一つあります。で
作る前の話ですね。でこれがじゃあもう作っちゃった売りますって言った時に売る時の話になります。今度はですねこれがちょっとあの概念図になってるので雑で申し訳ないんですけど、この緑色の線っていうのが、まあ、そのこのお店におけるこの商品ほっといたらこんな売れ筋になるよっていうグラフになります。ただこのタイミングで何パーセント割り引いてくれたらこの、 あの物が売れ行きが良くなるのでこのぐらいの売りが確保できるよっていうあの修正のグラフっていうのがオレンジになっています、まあ、こんな形であのいつ、まあ、売れないものは定価で売れないものはもうどうしようもないのでそれを何パーセントどのタイミングで割り引けばあの粗利が最大化する形でこれあの大事なことなんですけど粗利が最大化するっていうのはうちのプログラムが主軸に置いているので粗利が最大化するためにはどのような価格変更と追加発注しておけばいいかということを、マネジメントするそういった機能がついています。で実際よく言われるのはとはいえあのマーチャンダイザーさんとかバイヤーさんってやっぱりすごい人が多くって人がやるのってもう鍵にかかったバイングされる方ってすごくたくさんいらっしゃいます。その人たちに本当に絵を勝てるのかっていう勝てるのかっていうのをちょっとまああのもう何社ともやってるわけではないんですけども実際実験であの何年も業務をやってらっしゃるマーチャンダイザーさんと VSAI っていうのでどちらがあの予測が正しい国に予測をするかっていうのを比べた図をちょっと作りました。ちょっとこれあの何ヶ月もかけて実験に協力をしていただいて、まあ、あの年間業務をよくでウォッチさせていただいてであの作ったあのグラフになるんですけど本当にガチ勝負になっておりましてこの下が C レスですね。で上が、実際に売れた数、まあ、なので仕入れ数と売れた数がちょうどこのグラフの幅が狭ければ狭いほど的中率が高いということなんですけどこちらが秘書ですね。でこちらが AI 見ていただければ分かるんですけれどもやっぱりその AI だって外すときは外すんですね。ただ全体の傾向値見ていただけると AI の方がグッとあの予測がちゃんと当たってるなってことが分かると思います。まあ商品がね5商品しかないんですようちっていう店だったら別にいいんですよ全然人がやって多分 AI よりその方は人がやった方が高いスコアが出ます。だけどあの商品数が全国展開してて商品がもう1000とか2000とか月間である人が1000とか2000とか1個ずつ見ていけるかっていうと日が暮れるわって話になっちゃうのでなのでそれをやるんだったら人より機械にやらせた方がよっぽどいい成果が出ますよって、まあ、そういうことだと思ってください。これちなみに販売中の需要予測なんで売り始めたものがどのくらい売れるか勝負を人とやったんですね。実際よく言われるのがじゃあこれ売り始めてるから AI によく学習データってやつがあるでしょと学習データがあるからこんだけ精度出るけどじゃあいきなり頭から仕入れるときはどれぐらいの精度が出るんじゃいみたいなことがよく言われるのでそちらもちょっとグラフを作ってみました。でこれもですね見てたら分かるんですけどさすがに販売中のものよりはもちろん外れは多くなりますがやっぱ人圧倒的に人って外すんですよね。なのでやっぱり人が頭からやるよりはあの機械にやらせた方がよっぽどコストコントロールはできるよ、まあ、そういった図になります。で実際ですねこの2つ の, あの利用あの機能をご利用いただいて、まあ、どれくらいビジネスインパクトがそもそも出るものなのかというのを試算したのがこれ薄くて申し訳ないこの図になります。で大体、まあ、もちろんそのコストの削減効果とそれから売上の追加発注によるあの向上の効果その足し算というのが要するに利益改善のポイント数だと思うんですけど大体まあ今ご利用いただいている方とかの計測値とかの実証実験のデータによると大体10言うても10から15、16でまあ高い時は 20% 近く改善ができるというのがあのビジネスインパクトになってこれもちろん業界違うと粗利率が違ってくるのであくまであの改善率っていうのがあのこれアパレル業界でやった時の実例だってことはあのすいませんあの申し伝えておきます。まあ、ただあの大きく改善できるっていうのは間違いないどの業界に言っても間違いないかなと思います。で実際ですね今ご説明したのはたまたま MD だったんですけども、まあ、あの MD みたいにやることが決まっていてもう分かりやすく皆さん悩みがある時っていうのはもちろんあの AI も使いやすいし声かけやすいんですけど、まあ、よくあるパターンが自分の会社ではそもそも
AI が使えるのかどうか分かんないってやつとか、これってそもそも AI にやる必要あるのかどうかが分からないとか、あとはこのデータあるんだけど AI に使えるかどうかが分かんないから、いきなりお金なんてかけられないみたいな、まあ、そういった悩みっていうのが多分 AI を使うときには付きまとうと思うんですけども、一応弊社の方ではですね、あの実はプロダクトを売ってるっていうだけではなくて、あの AI の導入のコンサルティングなんていうのもやっておりますので、ぜひその辺はあのとりあえずもやっとしてるんだけど困ってるみたいなところはですね、ぜひお声掛けいただけると、あのその辺からご相談のことが可能です。ちなみにあの AI 売ってるのに何言ってんだって思われるかもしれないんですけど、あの皆さんの抱えてらっしゃる悩みの大半は、あの AI にやらなくったっていいかもしれないよということも正直あります。でそういう時に AI って決して安いものではないので、あの AI を使う前に考えることがあるんじゃないかなんていうのは、あのやっぱりあの見分けていくべきだと思っていて、その辺もあの AI やあの使いたかったら使ってもいいですけど、多分使わなくてもうまくいけますよなんてことも、あのその辺はアドバイスはあの冒頭でできると思いますので、まあ、その辺も不安な方っていうのはお声がかけいただけるといいかなというふうに思っています。